頑張るみたいな、うん、そういうこう落差が激しい生活にはなりました。オーディションって、はい、やっぱり受かるの一人だけなので、まあね、落ちてばかりでしたから、あ、まあダメ元でっていう姿勢で臨んで、そのオーディション会場でその監督のこと覚えてます？いたのは覚えてるんですよ。印象あります。でちゃんと丁寧にこのキャラクターはみたいな説明をちゃんとブースの中に入ってきてくれて説明をして、でその月に代わってお仕置きよっていうのも入ってたんですけど、オーディションの時にやっぱり技の名前とかも、はいはい、ポイントになるので、キャラ表と、はい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 、セリフと、はい、その時に監督はもちろんまだ映像ができてないので、はいはいはい、こんな感じでこうやってこういう風にやるんですってやりながら監督が直接指導。ちなみに監督どんな感じで指導されたんですか？本当ですか？